からまたね、ここで加速度のせいばい、ありがとうございます。あれよ、知ってるの？私たちの曲や。加速止ませば正面からと、私の歌わりやん。風が心地いいやで、私の歌わりなんですけど。私まだ聞いたことない、ね、私めっちゃウィッチーズウィッチ聞いてるよ。聞いたことない、めっちゃ聞いてるから。そのウィッチーズウィッチだけ、ウィッチーズウィッチと一杯の水は死ぬほど聞いてる。だってさ、まだ CD 買えてない。誰と一緒？カノン。みんな見てるドラマ？私ね、毎日なんかドラマ見てるんだけど、ね、ね、みんな見てる？もうドキドキハラハラするよ。今はボイス。みんな見な？マジ、みんな見た方がいいよ。やばい。あ、カクカクしてる。ごめん。あ、Wi-Fi切っていいですか？あれ、私もカクカクってやった？カクしてる？してないんじゃない？カノン。してないかもしれない。ありがとうバラ。めっちゃ怖いんですけど。やばいね。見てるんですよね。でも見てて、なんか音聞いてるドラマ。あ、やばい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 。こちらはしてない。なんて。カクカクかな、ドラマかな。ドラマしてる、全国でやってるはずだから。あ、そうか。じゃあカクカクしてるってこと？うん、多分そう。ワンピースは見てない。ワンピースは知らん。フジテレビよね、ワンピースって。知らん。多分フジテレビは8やん。ブログ上げ忘れじゃなくて、あの書いてない。ちょっと昨日寝るの遅くなってから。やばいね。会いたくて。私のちょっとなんかあんまり可愛くない、可愛くないハンドクリームがあーちゃんが動くことで映ってる。配信。あ、そこにね。そう。ちょっとここのやつを立ち上がるのちょっとあれじゃない。スカートでもいけるよ。いや、いい。ほら、ほんとだ。ありがとう。足が長かったっけ。いや、違う、あんたロングスカートね。あ、タピオカラブタワーありがとうございます。タピオカ知ってる？タピオカラブタワーって知ってるよ、結構前からじゃない。知ってる。全部に驚くから。すごい、ありがとうございます。あの、でもまだちょっと、あ、今日持ってきてますね。でもちょっとあの、いいよ、持ってきてたわ。ちょっとごめんね、みんな。パルトのさ、癖が強いのは知ってる、うん、歌うの。やばいよ、パルト。うちの三島さんすごいじゃん。半端ねえよ。あ、あ、ちゃんとな、私に。あ、ごめん。ちゃんとな。あれなんや、成長したい。ちゃんと持ってきたんや、これ。私、そのホワイトボードなくしちゃった。ボイスやばいよね、ほんと。スカートめくれてた。みんなボイスって見たことある？私あんまドラマ見ないんですけど。そうよ、めっちゃ私ドラマ大好きだから、ドラマ大好き人間だからさ。あ、でもあれ、不倫、不倫はダメで、偽装不倫なんです。クマありがとう。あっちさん、タピオカラブタワーありがとうございます。ビヨンビヨン。クマもありがビヤです。ありがとうございます。タイムラグありそう。あ、なんかカノンの方から見た方がいいかも。みんなボイスしか合ってないし。オスとかでもいけるかな。すごい、ボコ。アホ毛が今日すごいの見て。私もよ、ほら。アホ毛とかいうレベルじゃないよね、これ。何、アホ毛がすごい。なんで朝からね、じゃ今日すごくて。アホ毛2日目ありがとう。行くからちゃんと一緒だよ。やばい、あの人やん、管理人さんやが悪いの。いや、ごめんけど初めて見たっけ、知らんもん。え、違う、これ違う、 1.5 話ぐらいずつやから。あ、さっきの。そうだから言わなかったんじゃ。そうそうそう。え、怖っ。ついていけない。しかも今カノンコンタクト入れてないからあんまり人は分からんのよね。
やばい、私緑のスカート言わんといてよみんな同じにやっとるんじゃない、同じあれで。え、やってるよね。それはさすがに、それはね多分タイムラグないと思うんだけど嘘、それ元気だよ、とりあえずテレビつけ、ごめんあ似てるかも、ボイスの牧陽子さん、コッコちゃん似てる。え、似てない、喋り方が似てる、すごい、タココですみたいな喋り方が似てる、あの初期のショッコッコの自己紹介の喋り方に似てる。これ君の名はに絵が似てるね。君の名はだよ多分あれじゃない、天気の子よ。ごめん、なんか私の方だけ止まるみたい、ごめんっす。最近スティウスキーになって忙しそうになりそう、あらやだ、あら何してんのまた止まる。カナンの方から見た方が綺麗かも。何止まるの、わかんない、 Wi-Fi かな、 Wi-Fi が弱いのかも。立つから携帯もうすぐ買えるからね、みんなでもね、 Wi-Fi 使わないとね、私、うん、やばい、何言ってるか分かんないけど怖いやばいそんなにいや、お前よく分かってない、お前アフレコアフレコしてんのそういう感じ、多分そういう感じなんですけど、思うねなんかワンピースかなんかに感化されてるよ、やばい、え、あ、いた、え、なに、え、大丈夫、たあ刺されるとやばいのか、これなんで注射したらダメなの、死んじゃうんじゃない、でも普通によいしょってした、電波悪いのごめんね、あ、録画してるんだ、あ、ごめんねみんな、じゃあ黙りキャーキャー言うね、あー黙りながら騒ぐね、うわ、そういうことか、あー理解ができすぎて怖い、うー、顔で表現してください、笑ありがとういっぱいそんなさ自分がさやられとるみたいな喋り方なんだよ、こっち綺麗って聞いたのに真っ暗、逆だよ逆、私言ってなくない、あちゃんが母親に似てるコメントがやばい、やばいマジママめっちゃ綺麗じゃん、うるさいな、ママ超綺麗、え、暗闇、ごめんごめんね、じゃあ今日は諦めよ、諦めよ、だって無理なんだもん、カクカクしかじからしい、こんばんは、暗闇らしいよなんか私、でもね本当にね、あとね10日ぐらいあるの、10日以上あるのにね、私21日締めなんだけど、なのにさ、もうね、あるわ、うん、つけてみるから、でもあんまり、あんまりね、お落ちるよそれ、藤原さん握手会行ってみたいです、カラさんとカモンとナックモさんに、
かった皆さんは寝坊ですか。あれ、ハッチョさんの嘘。これ。え、私見てないかも。かのんちゃんはちゃんと。じゃあ永遠に見ないね。確かに。じゃあダメじゃん。笑ってるよ。マジ？見たって。あーちゃんしっかりしなさいって言われた。ごめん、しっかりしてるんだけどな、割と。あ、ちょっとだけよ。だってあーちゃんすぐ寝たんだもん。よし、これだったらいけるだろう。どう？止まってないでしょ。えりはち祭りで初めて見て気になって見に来ました。ありがとうございます、ほのかさん。見えた？面白い。見えてる？目見えてますか？あ、映った。ありがとうです、ありがとうございます。タピオカラブタワー、ありがとう、ありがとうございます。あっちゃさん、ありがとう。あとほのかさん、ありがとうね、えりはち祭り見に来てくれて暑い中ありがとうございます。そう、 Wi-Fi 切った。今日何日？は、え、10何月？8月、うん、嘘やろ。何月はやばくね。ありがとう。あーちゃん字綺麗。ありがとう。え、でも字綺麗かな、わかんないや。なんか最近あんまり字書く機会がさ、ここぐらいしかなくてさ、どんどん下手くそになっていってんだよね。でも本当だ、タワー埋もれてて分かんなくなるよねこれ。確かに。なんでこれにしたんだろう。今日行きました、ありがとうございます。テスさん、ありがとうね。ツーショット上手かった、撮るの上手。ギガ犠牲にしてるからみんな見て。そうよ、ありがとう。大丈夫、ギガみんなのためになる。ギガぐらい、ギガくらいやって。あと11日もあんのに。後々ショールームでき、そう、つかなくなっちゃう。つかなくなっちゃうし、多分あれだね、なんだっけ、メールもね、いろんなところで送れなくなっちゃうから、そう、それ困るんだよね。そう、あれなんで、あんな重い、なんで重いの。もう Wi-Fi じゃ送れなくてさ、ね、Wi-Fi、 あ、Wi-Fi 切ってる、私メール送れなかったから多分。そう、メール Wi-Fi 繋いでると送れないね、ここ。そうなのよ、ありがギガよね、本当。そうよ、今日が最後のワンショット動画だったんですけど、皆さんでも結構あんまり当たってなかったか。当たったかな、大丈夫、みんな当たった。あ、ちょっとでも思い出した、サイン会の来てくださって、最初の方にサイン来てくださった方、本当にごめんなさい。なんでサイン書いてなかった。あの、あ、本当に最初帰っちゃった人はめっちゃもう本当にごめんなさい、もうマジで本当にごめんなさいなんですけど。当たってマジ良かった、それな。あの、明日も送る方はインフォメーションに行っていただければ、もう全力で書くので、インフォメーションに行ってください。ごめんなさい。そうよ、今日がラストだったから。今日抽選厳しかった。どういうこと、そんな抽選に厳しいとかあるの。いや、その人のあれやろ。あ、そういうこと。え、ちょっとあれ取って、あのお菓子。え、やばい、囲まれた、やばい、やつらに。何のだろうな、これ。警察よ。ねえ、あ、あ、痛い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 。サイン受け取りました。いや、本当にすいませんでした。あーい、頑張れ。一人一体、これはやばいでしょ。こんなんクローズでしか見たことないんやけど。やばくない、これクローズじゃん。はじめにサイン会めっちゃクローズもらった人が注意喚起して、あ、痛い痛い痛い。こんなダメだよ、袋叩きにしたら。そう、私クローズだったらリンダマンになりたかった。はい、欲しかった。言ってごめんね。あー、やばい、頭やられた。終わった。そう、名前だけ書いたの。サイン会でサイン書くの、なんでこんなに狙われてんの。斬新だよね、すいません。
っぱ Hulu で見れるわ。あなたの番でさ見れるじゃん。見える。え、めっちゃ怖いんですけど。うわ、歯カチカチ男や、怖い。うわ、めっちゃやばい、この人やばい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 、息子がやられる。さすが、すごいすごい、もうなんか連携プレー半端ない。うるさいな。もう終わったからもうこんなにうるさくなることないですよ。 あなたの番ですだ。あれだ、かかとトントンとこや、次は。もうやばい、やばいね、本当に。一人の時もこうやって見てる。それな、うん、何があっても多分こうやって見てると思います。やだ、一人だから二人だからとかじゃない。あとね、みんなこれ食べた方がいいよ、これめっちゃ美味しいから。ね、それ私が食べたやつだった。マジで美味しいから。食べてさ、おすすめしないでよ。これカノンが食べてたやつじゃん。これめっちゃ美味しい。そう、これカノンに自分が発見したかのような。そう、これカノンに一つもらって食べたのめっちゃ美味しくて、これ止まんないんだけど、せっかくダイエット成功したのに。くっそ、カノンのせいです。私が太ったらカノンのせいですね。これは自分で買えよ。これは普通にシンプルに好き。これめっちゃ美味しいから、これも食べて、みんないろんなところにアピールするやつ。でもこれはマジで美味しいの、これ。だからあの2画面を両方、あ、目がね、目がね、あったかいいね。お願いだから撮ったってな、かわいい、笑顔が見たい。あー、かわいい。ガラスのベールの音が鳴る、かわいい。ハート、ありがとう。めっちゃ美味しいからっていうのをみんなに伝えたかったわけ。ハルタママありがとう。これはね、100円ローソンみたいなところとか、まあでもあれでも売ってんじゃない、普通のところでも。あんま見たことないけど、東京には売ってるよ。そう、韓国のお土産でね、そうって言ってるのだけどさ、全然話聞いてくれない、ね、韓国のお土産らしい。チョコチップ枚数減ったんだ。え、知らない。3枚入ってる。3枚かける3。おかしい、おかしい。それな、あーちゃん太っちゃう。この握手会に来ると太らない？え、私は別に、あの、常に日頃から食べよるけん。ちょ、握手会に来るとさ、なんか起きるタイミングとさ、そのなんかわかる、ご飯食べるタイミングがちょっと微妙くて。だからなんか、それでね、褒めているの。2人で踊らんでよ。あとみんな鬼滅の刃っていうアニメ見た方がいいよ、マジで。鬼滅の刃見て、鬼退治のアニメ見て、見てください。漫画でもいいんで。握手会のビュッフェのメニュー、ビュッフェ？何それ、ケータリングってこと？そうじゃない、毎回違う。今日は冷やし中華でした。夜はカレーです。カレーがよかった。夏野菜カレーだったよ。あ、野菜は無理じゃん、ナスとかでしょ。そう、食べれよ。なんかおしゃれなの入ってた、ズッキーニ。ズッキーニっておしゃれな部類なの、あなちゃんの中で。ズッキーニっておしゃれじゃない、なカタカナのやつっておしゃれ。トマトってひらがなじゃん。トマトってカタカナじゃない？だってさ、トマトって言うもん。嘘、英語で。英語と一緒のやつはさ、カタカナじゃない。キュウリはキューカンバーみたいな。キュウリはあれだよ、キュウリは英語で言ったらキュウリじゃない。キューカンバー、キューカンバーだっけ、知らん。違うと思う。キュウリって英語ってなんだっけ、ウリじゃないなんだっけ。キューカンバーかと思ってた。何キューカンバーって。キュウリって、え、でもあれでしょ、キュウリがめっちゃ成長したやつがズッキーニでしょ。当たりだって、私当たり、キュウカンバーらしいよ。じゃ違うじゃん、キュウリじゃないじゃん。キュウリはじゃあひらがなひらがなじゃん。ほら、かわいい。ほら、かわいい。え、待って、カタカナ、ひらがなのやつは好きって言ったじゃんとか。あれ、今さっきカタカナが好きって言ったじゃん。まあそういうこともあるよね。頭いいって、でも頭悪いんだけどね。うん、まあ普通よね。僕は ST48 のメンバーの全員の名前はそこから何番やる。マジ、すげえ。たまにさ、でもさ、名字出なくない？あ、うん、あだ名が出てくるね。あだ名しか出なくてさ、本当に名前なら出るよ。だってさ、クーカちゃんって呼びすぎちゃってさ、うん、あの、なんか、あれってなる時あるよね、たまに。キュウリ
ズッキーニとキュウリって種類違うらしいよ。知ってるけど。マジ？種類が違うらしいよ。だって味違うじゃん。食べたことないか分かんない。ズッキーニ。ズッキーニって食べることなくない？あんまり。え？ミユウなの？ミユウやろ。ミユウだよね。ミユウ。え？ミユウじゃないと思う。だよね。でもさっきさっきミユウだよって。山崎はえミユだよね。ミユ。さっきミユ。だよね。もうだよね。もう本当びっくりしちゃう。やめてよ。クーカは名前じゃない、あだ名だよ。ズッキーニはかぼちゃの仲間だって。え、かぼちゃなんだ。じゃあ好きなはず。かぼちゃ好きだから。私じゃあさ、かぼちゃ好きだけどキュウリは嫌い。キュウリっぽいから。クーカちゃんの名前の由来言えるって。それは知らんわ。え、クーカちゃん、クーカの方はあるよ。ミユの方はちょっと知らん。知らんな、うん。弟でしょ？うん、クーカの方は。わあ、なんかアイスカフェラテとかおしゃれなの飲みたくなってきた。おしゃれなの。美味しかったあのバナナのやつ。もう本当に意味がわからんかった。完熟バナナのやつでしょ。ね、美味しかったあれ。でてれ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 しか出てこなくなってきた、やばい。今日も今日の T シャツストーンズです。そう。可愛いよね。ローリングストーンズかな。そう。だよん。今日もせすずめと通学電車されど辛くはないんです。いつも乗ってたの、いつもの場所で、ててててててあなたに会えるかな。てて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 てあずの最あずの最高だまでしたけど、七並べのさ、あず最高みたいなやつ、めっちゃ意味わかんないよね。違う。急がいいねぐらい違和感わかんないよね。は、急がいいねよりわかるよ。え、待って、それよりわかんないよ。あず最高。私のことが最高って言ってんのかさ、わかんないね。まあ、違うよ、なんか難しい。あずさで切ってさ、下に行こうが下だからさ、あず最高って言ってんのかと思ってさ、最初何言ってるんだろうなって思って。え、だから全部カタカナしてほしい。あず最高って。あ、分かる。なんかそこで区切られると、いや、さーからカタカナがいい。多分同じ T シャツ絶対持ってないと思う。ね、なんで2人で喋るタイミング一緒で騒がしくなるのにこんなに黙るタイミングも一緒なの？だからだよ、息継ぎしてんのよ。人と人はね、息継ぎしない喋れないか。だからだよって意味わかんないけど、あず最高じゃなくて、あず最高、あず最高。あ、たまにもね、あずって、あずさあずって言うね、たまに。そう、家だとあずって言うからさ、自分のこと。あずはさ、そうやねんな。あずは何にもしてないよ。あず知らんって。これから夕飯じゃないよ、今さっき夕飯食べた。うん、2人で料理したことあるよね。餃子、餃子作った。料理料理に入らんけどな、あれはな。ニラ、ニラじゃねえしな、入れとる。ニラじゃなかったよね。ニラは入れたか、なんか入れてないよね。でもネギだったんだ。ネギだったよね、多分、うん、ニラなくて、うん、青ネギ。今日の服はメリージェニーです。可愛いでしょ、メルジャーニー。多分今も売ってるよ、この間買ったばっかだから。メルジャーニー。マジ今日可愛いって、ありがとう。まあ今日もだけどね。騒がしいな、ほんと。やっほー。餃子はちょっと畳めなかった。二人とも濃いねって言われた。何が？化粧が。え、マジ薄いんだけど今日。え、今日はカノンは濃いよ。昨日よりは薄いけど。あずさ13になって、あずさ30歳ってあずさ30歳に見える。マジ割と童顔目だと思ってたわ、自分のこと。ごめん。いや、本当に一回静かにしたい方がいいよ。童顔ではないけど、年相応だとは思ってた。童顔になりたい。あ、存在が濃いらしいわ。うるさいってこと。そういうことね。カノン今日リップ濃いよね。いつもより、うん、あ、確かに。いつもなんか真ん中辺しかついてなくない？だって。え？ティントの時は。ティントの時あんまり合わなくない？私ティントまだあのティント3回しか使ってないけど。本当？うん。え、なんかカロンと
なんかリップ買いに行くときってわりかしウォーターリップティントとか、なんかカクテルシェイクティントみたいな、あ、そうね、あ、買いに行くときはね、そう、おしゃれなさティントを買いに行くからさ、それのイメージが強いのかも。あーちゃん10年後も変わらなそう。さすがに10年後は変わると思うよ。変わってて、あ、デザートドーナツ、何デザートドーナツって、デザートドーナツだったってこと今日。そうだよデザートドーナツ、餃子配信、餃子ね食べたい。ティントとはって言われた。ティントとは色がずっとわりかし残ってる系やつ。はい、よし、そろそろ終わろうかな急に来るやつ。外食控えてる。いいえ。13、1、ジョージ、ヒカル32、スー31、ワタル30位、コマロさん9、マエちゃん8、マッピーさん7、アイリンさん6位、ズーミンさん5位、ノムさん4位、フレンズさん3位、アズポヨさん2位、加速止ませば正面からの風が、電化界さん正解すごい発音。1位、アッチャさんでした。ありがタピオカタワーでした。ありがとうございます。というわけでこの辺で配信終わります。見に来てくださった方ありがとうございました。今日が、瀬戸チャレの放送日です。 1.5 倍の、あの1万5000円でチャレンジしております見て、ね、ゆらぽい、本物、はい、僕のコメント読まれてない。というわけでみんなありがとね、バイバイ。明日もよろしく。明日7部なんで遅いですけどよろしくね。変わった、もしかして今変わった、私見えてないよ本当。変わった、13位、スーさん12位、ワタルさん11位、コマルさん10位、ヒサポン変わってるわ、9位、マイちゃん8位、マッピーさん7位、アヤリンさん6位、ズーミンさん5位、ノムさん4位、フレンズさん3位、アズポヨさん2位、電化会さん1位、アッチャさんでした。ありがとうございました。バイバイ。暑い暑い、バイバイ、明日ね。